ほら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 。横からね、そう横から窓の光がこう入ってると、ここにこういう線が出るじゃん。ヒデさんなんか今すごいいい線出てる。気持ちいいよね、その線で。いいですね。いいですね。うん。磨けば必ず。っていうところがね。必ず川口さん磨けば答えてくれる、うん、答えてくれるからね。人はそうやから必ず答えてくれとか限らない、うん、川口はねもう絶対裏切らないんで、うん、いいですよね、うん、はい、これ喋ってるのも含めて後で全部上げとこうよ。ちょこの辺の角度よく見えるな。あー綺麗だね。サイドの感じも頑張ったからそうピカピカってわけじゃないですけど、頑張ったから、うん、まあ、これはあれですよ、皆さん、ヒデさんのブルートブラックのフィニッシングブラシのおかげでここまで仕上げられましたよ。あれはすごいですよ、本当に。買いな、早めに。なかった方がいい。自分も含め、それも入れとけば全部入れてきます、ね、この毛布よく昔から使ってるね。磨きの会をやってます。今日はヒデさんとくすみさんと私の3人ですね。今日何の靴ですか、くすみさん。ではカルミーナのおおでございます。すごい、これから超ピカピカにするってことなんで、はい、ちょっとヒデさんはトリッカーズのエスプレッソバーニッシュです。エスプレッソバーニッシュを、わかります、色味ちょっとあれかな、黒に見えちゃうかもしれないですけど、うん、すごい濃い茶色で、すごいいい色なんですよ。まあ、これからさらにヒデさん仕上げていきますけど、もうすでにだいぶまあ光ってますけどね。これからのさらなる高みを目指します。自分はもうそろそろこれでおしまいかな。もうちょっとやって。自分もですよ。カマみたいだよね。カマ。いやいや、みんな多分立ちますよ、やっぱりそこ。お上品になっちゃいますよね。コンパウンドはね、はい、中につけてからはかかとにはつけない。そう。ここからそのままつなげていっちゃう。あ、ぐるっと一周する感じですか。それで十分だと思う。かかとあんま極端に光らすのやらしいじゃん。なるほど。素晴らしい。半分ずつにして撮ろうね。半分ずつにしますね、うん、それともこっちが撮れるかな。あ、撮れる。ちっちゃいけどすごいちっちゃくなっちゃいますよね。も入っちゃうし、前から撮ろう。動画撮って磨き靴が揃うことないから珍しい光景だなと思って。すごいですよ、見てくださいこれ。え、これすごいですね。壮観ですよこれ。
ございます。